はい、どうもこちら渡辺です。ちょっと今回ですね、気分転換でちょっと今日からですね、こっちを背景にね、撮ってみようかなと思ってます。まあちょっと新鮮な感じしますよね。はい、それでは今日レビューしていくのがこちらでございます。ギャラクシーバッツ3でございます。はい、こちらがですねやってきましたというか、ギャラクシー Z フォールド6を購入した時の予約購入の特典でですね、自分はついてきたんですけども、普通にこちらですね、ギャラクシーの方で販売もされている、まあ、新型の完全ワイヤレスイヤホンになってますので、まあ、今回こちらですね、もう3日ぐらい使ってる状態なので、まあ、どういったイヤホンになっているのか紹介していこうと思います。それでは、行きましょう。はい、ということで今日はギャラクシーバッツ3ですね。ギャラクシーバッツシリーズといったら、まあ、今年ですね、めっちゃ注目してたのが、ギャラクシーバッツ3プロっていうモデルがあるんですね。で、そのプロに関しては予約していてですね、本来はもうすでに発売していたはずなんですけども、ちょっと発売がですね、延期されまして、なんか8月中旬以降のお届けっていう形で、若干ですね、時期がずれました。ということで、プロはまだ来てないんですけども、今回ですね、プロがつかない、ギャラクシーバッツ3になっています。で、ギャラクシーバッツ3プロに関しては価格は 38,500 円ということで、まあまさにハイエンド級ですね。まあカナル型のイヤホンで、まあ、イヤーピースとかもですね普通に装着できるタイプのイヤホンになってます。で、今回のバッツ3はですね、まず価格はですね 27,500 円です。なのでまあミドルハイくらいのね価格帯になってきます。で、一番の違いはですね、こちらはインナーイヤー型のイヤホンになってます。まあ、つまり、イヤーピースがないタイプで、直接耳にスポットね、装着するタイプの、まあ、開放的な、まあ、オープン型のイヤホンということになります。なんで、プロとプロがつかないモデルで、ただこの優劣があるだけなのかと思いきや、そうじゃないんですよ。ちょっと別物になってますので、まあ、これはこれでね、今回レビューしていこうと思います。ちなみに、ギャラクシーバッツシリーズで、このインナーイヤー型っていうと、豆型のですね、ギャラクシーバッツライブって覚えてますか？あれもね、当時レビューしたんですけども、まあ、おそらくあれ以来なのかなと思います。で、今回はこの箱にもあるようにショートスティック型になってます。まあ、より一般的なインナーイヤー型になったのかなという感じです。では早速中身の方見ていきましょう。はい、付属品こんな感じです。紙と USB-C ケーブルと、外箱、そして中身っていう感じですね。こちらイヤーピースはないタイプのイヤホンになります。はい、そしてですね、こちらが、はい、ちゃんと。イヤホンのまずケースになってきます。今回カラーがですね、これホワイトとシルバーがあるみたいで、このシルバー結構ねかっこいいなと思ってたんですけども、予約特典でねついてきたのはこれホワイトでした。まあ、特徴はですね、やっぱりこのケースなんですけど、この上の部分、イヤホンが見える部分が、まあ、透明になってるんですよ。で、最近このデザインもね、ちょっとずつこの流行り始めている気がしまして、シャオミの先日レビューしたですね、まあ、インナーイヤー型のイヤホンに関しても、まあ、このね、上の部分がこの透明になっている、ね、ケースがですね、採用されていたりとか、で、それがめっちゃ売れてたりとかね、したんですけども、まあ、それに近い感じですね。で、下部分は、まあ、ホワイトの樹脂素材で、まあ、ほぼ AirPods シリーズとですね、近い感じのね、デザインかなと思います。で、Type C の端子がありまして、で、ここにボタンもあるので、このボタンを押してですね、ペアリングしていくこともできます。では、まずデザインの方を見ていきましょう。はい、オープンしていきます。ね、この結構このイヤホンのケース開ける感じも、まあ、スタイリッシュになってますよね。で、イヤホンがこのように収納されているというところです。で、取り出してみましょう。はい。取り出しやすくしまいやすいですね。で、こんな感じでしまうときは、スッと装着してあげれば OK です。つまみやすいので、特に取り出しにくいとかはないです。はい、ちなみにね、こちらがイヤホンの本体になるんですけども、まあ、側面が角張っていて、まあ、この感じが結構珍しいですよね。なので、側面のタッチセンサーではないんですよ。で、内側見ていきますと、はい、こんな感じで、まあ、イヤーピース装着しないタイプなので、耳の中に、まあ、スッとですね、引っ掛けるような感じで装着していくタイプになります。装着検知のセンサーとかももちろん入っています。で、本体の底面見ていきますと、色がついてますよね。このブルーとオレンジでラインが入っています。はい、このケースにも同じ色がついてまして、まあ、この色が合ってる方に、まあ、しまえばいいよっていうことで、まあ、視覚的にね、わかりやすくしているのかなっていうところと、まあ、ちょっとデザインのアクセントにしてるのかなっていうところです。こんな感じでね、
はい、装着することができます。まあ、装着感に関しては、まあ、本当に軽めの装着感になってまして、まあ、耳に引っ掛けてるぐらいの、感覚です。なので、まあ、カナル型イヤホンで、まあ、イヤーピース含めて耳の奥の方までギュッとね、イヤホンが入ってくる感覚が、まあ、ちょっと苦手だなっていう方でも、まあ、気軽にですね、装着できる、タイプかなと思います。なので、長時間ながら作業するときとか、ながら聞きするときとかに、まあ、非常に使いやすいんじゃないかなと思います。はい、ちなみにですね、これすごい珍しいんですけど、まあ、インナーイヤー型なのに、アクティブノイズキャンセリング入ってます。はい。なので、今ですね、この部屋、ちょっとエアコンがね、鳴っていたりとか、まあ、多少ノイズがあるんですけど、まあ、小さめの音はですね、ある程度カットしてくるっていう感じです。うん。で、長押しでつまむと、解除ができるっていう感じですね。はい。やっぱね、ある程度効くんですよ。で、ノイズキャンセリングに関しては、カナル型のイヤホンと比べると、もちろんね、効きは弱いです。耳とイヤホンの間に物理的な空間があって隙間があるので、まあ、どうしても実際に入ってくる音がね、あるんですよ。普通のこのカナル型イヤホンのノイズキャンセリングと同じ数値で、もし、段階的にですね、評価をするのであれば、まあ、10段階のですね、ほんと5とかね、そのぐらいです。ただ、効いているのは、まあ、体感はできるんで、ないよりはあった方が、まあ、嬉しいかなっていう感じではあります。ただまあ飛行機とか本当強めのね、ゴーっていう轟音とかが鳴る環境で、まあこのねアクティブノイズキャンセリングを入れてもその轟音はやっぱり聞こえてきますので、まあ、ノイズキャンセリングに関しては、まあ、ないよりはあった方が嬉しいかなぐらいな感じで、まあ、使っていくといいかなっていうところです。ちなみに外音取り込み機能に関してはもちろんですね非搭載となります。まあそれはですねこのインナーイヤー型になるので普通にノイズキャンセリングオフの状態で周囲の環境音は、まあ、めっちゃ自然に聞こえます。イヤホンつけてないのと、まあ、一緒の感覚で聞こえますので、まあ、外音取り込みに関してはそもそもですね構造上不要なのかなっていうところです。はい。でですね結構特徴的な部分があります。コーデックに関してですね、こちらのコーデックがですね、こんな感じ SBC-AAC、そして SSC そして SSC-UHQ ってですねコーデックになってます。これはですね、何かっていうと、サムスンシームレスコーデックっていう、まあ、要はギャラクシー用のコーデックになります。サムスンが開発したコーデック。特に SSC-UHQ に関しては、まあ、24bit、96kHz、要はハイレゾ級の再生がね、可能になるコーデックになってますので、まあ、ギャラクシーユーザーは、まあ、めちゃめちゃね、恩恵があります。ただし、LDAC とか、AptX Adaptive とか、そういったより汎用的なコーデックには対応していないです。なので、Xperia とか、まあ、他のですね、Android スマホで、LDAC とか AptX Adaptive に対応しているスマホでも、残念ながらですね、その最高音質を体感することはできないということになります。まあ、ちょっとここに関しては、やっぱりギャラクシーユーザーを囲ってる感がね、あるなっていう感じで、他のユーザーにはちょっと優しくないなっていうところがあります。普通に LDAC に対応してくれるだけでいいんですけど、まあ、こういったね、コーデックの搭載になっています。ちなみにですね、これ、Xperia でもね、一応使ってみたんですよ。Xperia で接続するとですね、どうなるかちょっとお見せします。はい。これ、Xperia で接続するとですね、なんとこれね、LE Audio での接続になります。LE Audio に対応してるんですよ。なんで、それに対応しているデバイスだと、実はですね、まあ、この接続ができることになります。これ、オフにすれば、AAC の接続になります。なので、まあ、基本的に Xperia でもし使いたい場合は、LE Audio がおすすめかなっていうところです。まあ、意外とね、ここは対応してるんですよね。はい、ということで、音質に関してお伝えしていきます。音質に関しては、全体的な感想で言うと、広域寄りのバランス型高解像度サウンドっていう感じです。全体のバランスがすごく良くて、見通しがいい、まあ、すっきりとしたサウンドになってるんですけど、どっちかというとね、広域がクリアに聞こえるかなっていうタイプです。ただ、低域に関しても、まあ、インナーイヤー型っていうことを考えると、まあ、しっかりと迫力がありますので、十分ですね、臨場感とかをですね、体感することもできるイヤホンになっています。で、解像感に関してはやっぱりですね、SSC-UHQ ですよね、まあ、ギャラクシーでこの音質優先でですね接続した時が一番この解像感が高く聞こえますので、まあ、やっぱりこちらに関しては、まあ、ギャラクシーユーザー向けなのかなっていうところはですね、感じます。ただまあ AC とか LE オーディオで聞いても極端に音質が悪いってわけではないんですけど、まあ、プラスアルファでもう少しですね音の細かいところの輪郭がくっきりするようなイメージです。まあ、せっかくやっぱりいい音で聞けるのであれば、まあ、ギャラクシー
使った方がいいのかなっていう感じはやっぱりあります。ちなみにですね、EQ の方でカスタムができるんですよね。まあ、イコライザーはかなり自由度も高くて、まあ、通常バランス重視でですね、デフォルトで聞いてたんですけども、低音ブーストとかダイナミックあたりはですね、結構有効ですね。特に低音もうちょっと欲しいかなっていうふうに思う場合は、まあ、低音ブーストにしてあげることで、まあ、より重厚でパワフルなサウンドになりますので、まあ、特にこのインナーイヤー型っていうところもあるので、まあ、もうちょっと低音引き上げたいなっていう時は、まあ、積極的にですね、低音ブーストとか、まあ、ダイナミックとかですね、この辺を使ってあげてもいいのかなっていうふうには思います。もちろんですね、イコライザーに関してはこのように自由にカスタムすることもできます。で、イコライザー使っても、音がですね、極端にこの破綻するようなことはなくて、まあ、好みに合わせて、まあ、調整してあげるといいかなと思います。はい。そしてもう一つですね、360オーディオっていう機能があります。はい。これはですね、すべての再生しているコンテンツを、まあ、ちょっとですね、立体的に聞こえるようにして、で、さらにこのヘッドトラッキングにも対応させるっていう機能ですね。で、ここでですね、オンオフと、頭部トラッキング、まあ、ヘッドトラッキングをオンにできるので、まあ、これをオンにしてあげて楽しむのもいいと思います。Spotify とかでも普通に使えます。まあ、もちろんですね、仮想的な360オーディオになりますので、まあ、完全にね、この楽器の分離感とかまで含めて、まあ、いろんな箇所で複数のスピーカーからね、鳴ってるような感覚ではなく、まあ、あくまでこの人まとまりのサウンドを仮想的にこの広げて、で自分のこの頭の動きに合わせて、音がね聞こえてくるような感覚になるというところです。ただこれですね、違和感は結構少なめなので、だいぶ実用的にですね、使えるようになってきたなっていう印象です。ちなみにこれ動画でも使えるんですけど、YouTube の動画とかをですね、流してこれ使うと、人の声とかも頭の動きに合わせて聞こえ方が変わってきますので、なんかその場にいるような感覚で、聞こえますので、ポッドキャストとか、まあ YouTube の動画とかで使ってあげても結構面白いかなと思いました。もちろん映画とか、ドラマとかですね、アニメとか見るときにもいいかなと思います。まあこれは必要に応じてオンオフしていくといいですね。はい、という感じでバーチャル視聴で音を収録してみたので、どんな感じで聞こえるのかですね、チェックしてみてください。こんな感じです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このような形で聞くことができます。結構音質いいんですよ。で今回はこちらですね、高度な音質オプションのところで、超高音質 UHQ オーディオ、これをオンにした状態で、ね、収録しています。基本的に、まあ、ギャラクシーで使うときは、まあ、これで使ってあげた方がやっぱりね、解像感高くなりますので、いいかなと思います。はい、ではですね、その他のいろんな機能ですね、見ていきます。これ今、ギャラクシーのこのアプリをですね、開いている状態です。で、ギャラクシーで使うときのメリットは、まずこのウィジェットで、ね、出してあげると、このバッテリーですね、スマホと今ウォッチとイヤホンのバッテリーが出てます。こんな感じでウィジェット上に、イヤホンのバッテリーを表示できるのすごいわかりやすいです。これはギャラクシーのウィジェットの中からバッテリーってありますので、これをですね、長押ししていくと出てきます。まあ、下にですね、よりこの詳細のリストが出てくるバッテリー表示もあります。まあこれお好みでっていうところですね。そして、Bluetooth のところ、長押ししていきます。で、詳細といきますと、はい、ギャラクシーバッツ3があるんですけど、これ、設定の方をタップしていくと、まあこの段階でちょっとアプリ的な要素ですね、あります。ちょっと設定があるんですね。UHQ とか、スーパーワイドバンドスピーチとかね。これ通話の音質を良くする設定です。まあ、この辺にアクセスができて、アクティブノイズキャンセルのオンオフもできます。で、
さらに細かい設定は Galaxy Wearable のアプリですね。こちらをタップしていくと、アプリの方に飛びます。で、これ音質のね、カスタムとかイコライザーの調整ができたりとか、イヤホンのコントロールですね。こちらの設定ができたりするというところです。イヤホンのリモート追跡っていうのがあります。これ Samsung Find っていう、まあ、要は、探すですね、こちらの機能にも対応してますので、こちらを使って設定することもできます。なのでやっぱりね、Galaxy との相性がすごくいいと思います。ちなみにこのアプリに関して、他の Android デバイスに入れることもできます。はい。で、Xperia とか、まあ、他の Android でも、この Galaxy Wearable のアプリをですね、入れて管理することができます。で、ここでノイキャンのオンオフとか、音質のイコライザーのね、調整とかができます。ただ、これ360オーディオがないですね。いくつかの機能がないようです。なので、他のスマホで使うときは若干の機能制限があります。で、あとですね、マルチポイントに関してなんですけど、ちょっとこれもね、特殊で、例えばApple の AirPods Pro って、この Apple 同士の iPhone と、iPad と Mac とかの、ね、複数台デバイスで、まあ、シームレスな切り替えができますよね。ただこの AirPods Pro は Android と iPhone のマルチポイントってできないじゃないですか。で、それと Galaxy Buds ね、一緒の感覚です。要は Galaxy 同士のシームレスなマルチポイントの切り替えに対応してるっていう感じです。これはですね、Samsung アカウントに紐づいています。なので今ですね、また Galaxy に戻しましたが、今ですね、ちゃんとペアリングしたのは実はね、Galaxy Z Fold 6だけなんですよ。他のデバイスではちゃんとペアリングとかしてないです。で、その状態でも、これね、タブレットの Galaxy S9 Ultra なんですけども、まあ、例えばちょっとこれでね、音楽を再生してみようかなっていう時、はい、もう来ましたね。上に。Galaxy Buds 3接続中と来てます。今これでもう音来てるんですよ。はい、っていう感じで、まあ、サムスンアカウントにログインしている、まあ、他のギャラクシーデバイスとの間はですね、シームレスな切り替えになります。なので、まあ、2台だけじゃないです。3台とかでもいけます。ギャラクシー Z Fold 6と、ギャラクシー S24 Ultra と、ギャラクシー S9 Ultra の3台とかでも切り替えできますので、まあ、ここはね、メリットではあるんですが、まあ、個人的にはね、普通のマルチポイントの方がいいかなっていう感じはありますよね。例えば iOS デバイスとか MacBook とか、他の OS、他のメーカーのデバイスと2台接続をして、シームレスに切り替えできた方が、まあ、使いやすいのかなっていうふうには思います。なんでまあ、一応ね、ちょっと変わったマルチポイントという感じにはなります。はい、それではですね、通話品質をチェックしていきましょう。またこっちの Z Fold の方に戻りました。で、通話に関しては先ほどのスーパーワイドバンドスピーチ、これがオンになっている状態でちょっと収録してみようと思います。いきます。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちら Galaxy Buds 3のマイクで音声を収録してます。マイク品質はいかがでしょうか？で、ちょっとノイズとかもね、流してますね。はい、今飛行機のノイズがある環境で風を当ててですね、通話品質チェックしてます。こんな感じになっております。はい、通話品質チェックしましたが、まず通話の品質めちゃくちゃ高いですね。特に声のクリアさがちょっとかなりレベル高いんじゃないかなと思いました。もうこれね、イヤホンのマイクのレベルをちょっと超えている感じですよね。普通にこの音声の収録とか、ポッドキャストとかでね、使ってもいいんじゃないかなっていうふうに思うぐらいの、まあ、非常に高音質な収録になっていました。ただノイズがある環境とか、風を当てた時は、ノイズはですね、まあ普通にね、乗っていましたし、風の音もですね、ある程度入っていましたので、まあ室内とかで使う場合ですね、で通話で使うとか、まあ Galaxy シリーズに接続して、リモート会議で使うとかですね、そういった場合はこれめちゃくちゃ恩恵あるんじゃないかと思います。かなりこれね、通話品質、いいです。この特に Galaxy で使っている時ですね。はい、ちなみにですね、今、Galaxy Z Fold 6にですね、Galaxy Buds 3を接続しているんですけども、マイクとして使えます。なので、一応ワイヤレスマイク的に、このイヤホンを、まあ、Galaxy のスマホに接続して、まあ、こういう音声の収録とかですね、に使うこともできます。まあ、もしかしたら、Vlog とかでね、使うのもありかもしれません。まあ、こんだけ距離離れると、声の収録としてはね、こっちの方が多分いい音で聞こえるはずです。こんな感じ。はい、ということで今日こんな感じでですね、Galaxy Buds 3こちらをですね、まあ、ついに開封して使っていました。ずっと装着してても全然疲れないんですよ。しかも自然にこの喋れるんですよね。まあ、気軽にこの長時間イヤホンを装着したいっていう時に非常に有効かなと思います。ちなみにこちら、ワイヤレス充電にももちろん対応してますので、ワイヤレス充電のパッドとかに乗せて充電も OK です。バッテリー持ちに関しては、ノイズキャンセリングがオンの場合で、連続再生5時間ですね。
で、オフの場合で6時間となってます。まあちょっとね、バッテリー持ちは長くはないですけど、まあギリ許容範囲かなっていうところです。まあケースを併用することで、より長時間使うことができます。ノイキャン使うかどうかが結構悩ましいんですよね。まあ若干効くかどうかなので、まあそれであればオフでもいいかなっていう気もしてきます。はい、ということで今日こんな感じで、Galaxy Buds 3ですね。Galaxy の新型のインナーイヤー型のワイヤレスイヤホンですね。こちらをレビューしてみました。まあ、予約特典で、まあ、ゲットされた方もいると思うんですが、まあ今後ね、Galaxy のスマホを使ってて、インナーイヤー型で音質がいいイヤホンですね。ちょっと検討したいという方ですね。普通に購入もできますので、良ければ参考にしてみてください。ということで今日こんな感じで以上になります。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。